コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コヘです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画はリクエストがありましたので、トヨタ未来の話と2020年から販売されたモデルの未来の中古車を見たいと思います。ご視聴よろしくお願いします。皆さんは燃料電池自動車好きですか？で、FCEV とは何ぞやと分からなかったので調べてみました。酸素と水素を燃料電池に取り込んで電気を作り、その電気でモーターを回して走る車と。はい。で、水素の販売価格は 1kg 1200円程度なので、未来に満タン補充すると約6720円ほどかかり、100キロあたり790円ほどの燃料コストがかかります。で、水素ステーションは全国で171箇所稼働しています。はい。ガソリンスタンドの数は約3万箇所と言われていますので、それに比べたら水素ステーションは171箇所しかないので、まだ少し不便かもしれません。はい。2023年12月発売モデルの未来のグレード構成は、 G グレード726万1000円、 G グレード A パッケージ747万8000円、 G エグゼクティブパッケージ772万2000円、 Z グレード802万2000円、 Z エグゼクティブパッケージ817万2000円、 Z アドバンスドドライブ846万円、 Z エグゼクティブパッケージアドバンスドドライブ861万円の計7グレードがラインアップされています。新車価格は726万1000円から861万円です。で、燃料電池車の補助金はいくらなのか見ていきます。ホームページを開きました。2024年度の補助金額はいくらですかっていうのがあったんですけども、燃料電池自動車 FCV が最大255万円って書かれていますね。まあ実際この額が出るのか私はちょっとわからないので、 FCEV の新車の車を買われる方は一回お店の方に聞いてみてください。コウヘイ TV で、未来のボディサイズは全長 4975mm、 全幅 1885mm、 全高 1470mm、 ホイールベース 2920mm、 タイヤサイズ19インチ、駆動方式 FR、 トランスミッション CVT です。それでは未来の中古車を見たいと思います。何台見つかるのか楽しみです。さあ行くぞ。カーセンサーで見ていきます。年式は2020年にしています。皆さん見てください。41台見つかりました。あら、思ってたより少ないですね。もう少し私はあると思ったんですけども、はい、見ていきます。お、出てきましたね。青色の未来です。未来 Z グレードですね。年式が2021年で、車検が2026年の1月まで。保証なしか。走行距離が約3万キロ。修復歴がなしで、支払い総額355万円です。で、2021年、Z グレードの新車価格は790万円からとなっておりますので、走行距離は2万7000走っていますが、FCEV の車が355万円で購入できるって皆さん、安いと思いませんか？私個人的な意見になるんですけども、思ったよりなんか安いなと思いました。はい、下側いきます。未来 G A パッケージですね。年式が2021年で、車検整備付き、保証付き、走行距離全然走っておりません、修復歴がなしで、支払い総額358万円です。2021年モデルの G A パッケージの新車価格は735万6000円となっておりますので、そう考えるとこの未来のお車もかなりお安いですね。実際あまり人気がないんですかね。私は今日初めて未来の中古車を見てるんですけども、うん、思ったより価格がね安いので今驚いております。未来 Z アドバンスドドライブですね。で、お、本革シートですか。年式が2021年で、車検整備付き、保証付きと。で、走行距離が約2万キロ、修復歴がなしで394万円です。2021年モデルの Z アドバンスドドライブの新車価格は845万円です。
結構ね、400万円って言ったらいいですね。で、私は未来の車に乗ったことがないのでわからないんですけども、いろんな箇所がね壊れたりとかしたら結構ね修理代ってかかるんですかね。実際未来乗られている方がこの動画見ていたら、いろいろと教えてください。お願いします。未来 Z グレードですね。で、年式が2021年で車検整備付きと保証付き、走行距離全然走っておりません、修復歴がなしで、支払い総額372万円です。 Z グレードの新車価格は790万円からとなっておりますので、まあこの未来支払い総額は372万円なのでね、結構いいですね。走行距離も全然走っていないですし、下側行きます。はい。で、水素ステーションがねもう少しあったらいいと思うんですけども、まだね少ないですよね。未来 Z エグゼクティブパッケージのアドバンスドドライブ、年式が2022年で車検整備付きと保証付き、走行距離が約1万キロ、中古歴がなしで、支払い総額463万円です。トヨタの認定中古車ですね。で、2022年モデルの Z エグゼクティブパッケージアドバンスドドライブの新車価格は860万円です。はい。未来の車は環境にも優しいですし、いいかもしれませんね。デザインもかっこいいですし、年式が2022年で、車検が2025年の3月まで保証付き、走行距離が約2万キロ、中古歴がなしで、支払い総額404万円です。で、先ほども言わさせてもらったんですけども、Z グレードの新車価格は790万円からとなっております。404万円って言ったらいいですね。下側行きます。未来 Z エグゼクティブパッケージ、年式が2021年で、車検が2026年の5月まで保証なし、走行距離が約4万キロ、中古歴がなしで、支払い総額349万円です。2021年モデルの Z エグゼクティブパッケージの新車価格は805万円からとなっております。はい。で、支払い総額349万円って言ったらね、結構私個人的な意見になるんですけども、美味しいような気がします。下側に行きます。未来 Z エグゼクティブパッケージアドバンスドドライブ。おー、いいグレードですね。年式が2021年で車検整備付きと保証付き。走行距離が2万キロ、宿歴がなしで支払い総額443万円です。新車価格は860万円からとなっておりますので、こう見ますと、この443万円の未来の車、いいようなね、気がしますね。色もかっこいいですし。下側行きます。お、皆さん見てください。モデリッサエアロ装着車の未来が見つかりました。おー、すごい。未来の車もモデリッサエアロがあるんですね。私は今初めて知りました。かっこいいですね。未来エグゼクティブパッケージで、モデリッサエアロ装着車です。年式が2021年で、車検整備付きとで保証付き。走行距離が約4万キロで修復歴がなしで、支払い総額370万円です。走行距離が約4万キロ走ってるんですけども、支払い総額が370万円って言ったらいいですね。下側に行きます。お、新しい未来が出てきましたね。未来 Z エグゼクティブパッケージアドバンスドドライブ。年式が2024年で、車検が2027年の4月まで保証付き。走行距離全然走っておりません。修復歴がなしで支払い総額657万円です。この未来もまだ年式が2024年モデルなので、高いですね。下側行きます。未来エグゼクティブパッケージアドバンスドドライブで、年式が2021年車検整備付きと保証付き、走行距離が約2万キロ、修復歴がなしで支払い総額471万円です。はい、下側行きます。トヨタの認定中古車ですかね。トヨタの認定中古車の車が多いですね。未来 Z アドバンスドドライブで、年式が2021年車検整備付きと保証付き、走行距離が約2万キロ、中古歴がなしで、支払い総額416万円です。2021年モデルの Z アドバンスドドライブの新車価格は845万円からになっています。はい、下側行きます。お、この未来安いですね、皆さん。未来 G エグゼクティブパッケージですね。年式2021年で、車検が2026年の10月まで保証付きと、走行距離全然走っておりません。修復歴なしで、支払い総額296万円ですか。ボディカラーは青色になりますので、かなり好みは分かれると思うんですけども、支払い総額が296万円って言ったら、皆さんいいと思いませんか？え、こんなに安いの？下側に行きます。で、もしかしたらですけども、新型クラウンセダンの FCEV 車が
発売されたじゃないですか。その影響なんですかね。あの未来の価格がちょっとね、ギューンと落ちてますよね。うん、どうなんでしょうかね。年式が2021年で車検整備付きと保証付き。走行距離全然走っておりません。中古歴がなしで支払い総額348万円です。で、2021年モデルの Z グレードの未来の新車価格は790万円からとなっておりますので、この348万円って言ったら皆さんいいと思いませんか？私はね、ちょっと今驚いております。うん、思ったよりお求めやすい価格設定になってますね、中古車は。年式が2021年で車検整備付き保証付きで、走行距離約3万キロ、修復歴がなしで、支払い総額281万円です。で、2021年モデルの G グレードの新車価格は710万円からとなっております。はい。まあ、走行距離が3万キロ走ってますが、この未来は。281万円って言ったらいいですね。それも皆さん、トヨタの認定中古車のお車です。おー、いいですね。でもどうなんですかね。未来の車が壊れたりとかしたら結構お金かかるんでしょうか。うん、そこが気になりますね。未来 Z エグゼクティブパッケージですね。で、年式は2020年で、車検が2025年の12月まで保証なしと。で、走行距離が約4万キロ、中古歴がなしで、支払い総額290万円です。お、この未来もいいですね。はい、下側いきます。で、昨日、210系クラウンアスリート最後の特別仕様車、J フロンティアディビデットっていう車の動画を配信させてもらったんですけども、まあね、その210系クラウンアスリートは、まだね、かなり高かったんですよ。そのお車と比べるのは、おかしいと思うんですけども、未来の中古車は結構ね、安くなっているなと思いますね。はい。年式が2021年で、車検が2026年の1月まで保証付きと、走行距離が約3万キロで、中古歴はなしで、支払い総額279万円です。はい、下側に行きます。お、何ですか、この未来は。これ、一つ前のモデルの未来でしょうね。支払い総額177万円ですね。はい、かなりね、目立ちますね、この未来は。下側行きます。未来 Z エグゼクティブパッケージ、年式が2021年で、車検が2026年の4月まで保証付きと、走行距離が約2万キロで、修復歴がなしで、支払い総額358万円です。Z エグゼクティブパッケージの新車価格は805万円からとなっております。はい、下側いきます。おー、結構いいなぁ、未来。お、皆さん見てください。モデリスタやら装着車の未来がまた出てきましたね。未来エグゼクティブパッケージ、パノラマルーフもついております。年式が2020年で車検整備付きと保証付きと、走行距離が約3万キロ、修復歴がなしで支払い総額378万円です。おー、この黒色の未来の車かっこいいですね。はい、下側に行ってみます。ちょっとね、スピード上げていきますね。未来 G エグゼクティブパッケージです。支払い総額が333万円ですね。走行距離、皆さん全然走っておりません。すごいな。333万円です。下側行きます。トヨタの認定中古車ですね。支払い総額337万円です。G グレードです。走行距離が約2万キロです。未来 Z エグゼクティブパッケージです。年式が2021年で、走行距離全然走っておりません。修復歴がなしで支払い総額415万円です。下側に行きます。未来 Z グレードですね。支払い総額横断になっております。走行距離が約3万キロです。お、前の方の未来ですね。支払い総額167万円ですね。あとは、トヨタの認定中古車の未来で支払い総額389万円です。Z エグゼクティブパッケージ、支払い総額389万円や493万円。トヨタの認定中古車ですね。私はトヨタ未来のデザイン結構好きなんですよ。皆さんかっこいいと思いませんか？フロントデザイン、未来的な車と言いますか、結構ね、おしゃれだと思います。あと、テールランプのね、形状も、気に入っております。で、一度未来の鉱石に座ったことがあるんですけども、鉱石はね、正直言って、狭かったです。はい。未来 Z グレードですね、トヨタの認定中古車で支払い総額369万円です。あとは、支払い総額が357万円ですね。次行ってみます。おー、黒色の未来はやっぱかっこいいですね。なんかいかついなー。支払い総額511万円ですね。下側に行きます。支払い総額350万円ですね。年式が2021年のお車です。下側行きます。
未来 Z グレードで支払い総額368万円や、未来エベースモデル、これ前型の未来ですね、139万円ですね。はい、あとは支払い総額471万円や375万円、581万円、おー、モデリスタエアロ装着車の車で20インチのホイールですね、もうすごいな。で、次が支払い総額370万円、前型の未来ですね、179万円、510万円、お、モデリスタエアロ装着車ですね。結構未来のお車にもモデリスタエアロ装着される方がいるんですかね。下からいきます。お、またまたモデリスタエアロ装着車の未来ですね、支払い総額379万円ですね。はい、下側行ってみます。前型の未来ですね、月3万円からとなってますね。皆さん、終わってしまいました。公平 TV、 皆さん、未来の中古車いかがでしたか。価格は279万円から657万円でした。はい、で、玉数は約41台ありました。で、先ほども言わさせてもらったんですけども、なんか思ったよりも未来の中古車の金額安いなと思いました。 FCEV 車ってあまり人気がないんですかね。どうなんでしょうか。皆さんのね、意見をコメント欄にもしよければ書いてください。よろしくお願いいたします。今日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。小平でした。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。